え今日はのバラバラになった靴下をあの合わせていく作業をしてたんだけどもまあこ,こんだけ一応あの合わせることができたんだけどもまだこの並べてる靴下は相方が見つかってないまあかわいそうな靴下なんだけどさうんいやこの作業地味に大変だよな あの、これとこれが相方かなと思ったら、いや、微妙に柄が違うとか、あ、これとこれが一緒かなと思ったら、いや、微妙に色味が違うとかってあってさ、靴下ってなんか似たような柄で似たような色の,のが結構あるからね、ほんと大変なのよ。で、一層思うんだけども、これ、実企画とかで統一すればいいのに、もうこんな靴下ごときさ、いらないでしょ。こんな多彩な柄とか色とか。 かえって、あのー、バラバラになった時合わせるの大変だよね。なんかカセットボンベなんかもさ、阪神大震災以降、なんか規格が統一されたって言うじゃん。被災地にカセットボンベが届いたんだけども、結局規格違いで使えないことが結構あったから、まあ、震災のことを考えて統一しようと。一応メーカーはさ、 あの岩谷ボンベなら岩谷、岩谷カセットなら岩谷ボンベを使えとか、あの、規格に合ったものを使えって言ってるんだけども実際さ、あの、形は同じだから何でも使えるんだよね。まあこれも、ほんと、いろんなメーカーが靴下出してるけどさ、全部規格統一すればいいのにって、い,いつもそう思うわ。 そうすれば、いろいろと楽なんですけどね、っていう。結局なんかね、例えば仮に、まあ、これ相方が見つからなかった靴下じゃん。で、この見つからなかった靴下、なんか使い道があるかって言われたら、あんまりね、使い道が思い浮かばない。うん、雑巾とかにする 中にはこうポリエステルが混ざってる靴下があってさポリエステルの生地が入ってるとねもうあの汚れの吸い取りが悪くて雑巾にもなんないんだよな綿100%ならまだいけるんだけどうんほんとあんまり使い道ないんだよなまあこんな感じで今日は靴下を合わせる作業をひたすらやってたんだけども もうもうちょっといい加減疲れてきたから、ちょっと休憩があったら、まあ、動画を撮ってみました。うん。やっぱり靴下、こんなに種類いらないよな。統一するべきだよ。